チャオアチャンネルのあっちゃんです。はい、あっちゃんねるのね、あっちゃん、自己紹介の動画をね、ちょっと今回撮り直したいと思います。去年のね、いつやったかなぐらい、去年撮ってんけども、もうまたね、2018年になって、あっちゃんちょっとね、バージョンアップしたんで、あっちゃんの自己紹介しときたいと思います。これ、トップ画面に貼っとくんで、ね、初見さんもね、いろいろ見てくれるんで、毎回やっぱ変わったこと、あっちゃんの心境変化もあって、更新されたあっちゃんを紹介していきたいと思います。実はね、2016年から17年にかけてね、実はあっちゃん、男の子の体で生まれてきました。で、心がいろいろいろんなことがあって、女の子じゃないのかなっていうことでカウンセリングを受けて、で、日本 GID 協会って言って性同一性障害についてずっとこう研究されている協会で、日本に数人しかいてない、認定医の先生から、女性ですっていうことで、性同一性障害の認定を受けました。で、晴れて2017年に女の子になりました。まだ体の方はある一部はね、ある一部にちょっと男の子のものを残してるんですけども、女の子として、再出発、生まれ変わった女の子、1歳です。はい。で、女の子として1歳やねんけどもね、このあっちゃんのスペック気になるでしょ？気にならへんか。はい。まあ、なる人だけこの後見てください。はい。ちょっとあっちゃんについての説明、あっちゃんの紹介したいと思います。あっちゃんはね、まあね、あっちゃんねるっていうのは、ネタの総合商社ってね、あっちゃんは自分で思いながらやってるんで、ちょっといろいろとね、紹介していきたいんで、あっちゃんの年齢、永遠の13歳です。はい、永遠の中二病です。頭の中は中二病。はい、そんなどうでもいいね。はい、そんなあっちゃんなんだけどもね、お仕事はね、あっちゃんワールドのプリンセスをやってます。はい。痛いね。はい。ごめんなさい。はい、趣味はね、浅く広く何でも首突っ込みます。首だけ突っ込むねんけども、そっから体は入りません。だっておっぱいが大きいからです。やがましい。はい。そんな感じでね、おっぱい突っかえて、首だけしか入らないので、趣味は浅く広く首だけ突っ込んでおります。だから、いろんなことやります。いろんなことやるけども、やり遂げません。いや、やり遂げるけども、すぐに飽きて違うことをするねん。飽きたらやめるんじゃなく、また数ヶ月後、数年後にまたやんねんけどもね。そんなこんなでね、いろんなことやります。はい。で、要はね、あっちゃんの、もう、これ昔からあっちゃんの心にある本髄、コンセプトはね、楽しいことは何でもやろう。嫌なことはやらないでおこう。で、ね、人生何でもやったもん勝ち。法さえ犯さない限り何でもやろう、固定観念にとらわれるなよっていうのがね、あっちゃんのコンセプトとして昔からこれはやってんねんけども、だから楽しいなと思ったらなんかやります、でやって思んないわと思ったらやめます。それがあっちゃんです。うん。だからまあそんな感じでね、楽しいと思うことをあっちゃんが楽しいっていう動画をあげます。楽しい動画をあげてたらそれに賛同してくれる人が現れる。現れたらその人が一緒に見てくれたら嬉しいな。一緒に何やったらみんなで一緒に楽しいことをしようよっていうのがあっちゃんねるでありたいなと思ってます。はい。で、ね、要はね、本能の赴くまま生きてるのがあっちゃんです。だから男の子に生まれて男として生きてた時期もありました。でもやっぱり女の子になって女として生きてる。だから女の子やから女の子らしくするのか、いや違う、本能は今あっちゃんっていう生き物が生きてる本能のまま生きる、それでいいんやと思って今は本能のままに生きてます。だから可愛い服が着たい時は可愛い服着る、いや今日はちょっとシックな服着る、誰が何を言おうがロリータ服、ロリータ好きで、今ロリータちゃうんだけど、ロリータ好きやからロリータも着ます。うん。ミニスカート、パッツパツミニスカート、もう見えるやんちゅうぐらいミニスカート履きます。だってウキウキするんだもん。はい。ということでね、そんな感じで本能の赴くまま生きてるのがあっちゃんでございます。で、あっちゃんの使命はね、すべての人を幸せにする。それがあっちゃんの使命。それがあっちゃんワールドのプリンセスのお仕事なんでね、みんなを幸せに、みんなを笑顔にできる動画を作りたい。うん、だからあっちゃんネタでやってることで眉間にしわ寄せて、うん、カリカリしながら見てくれてる視聴者さんもいてるの、過去にいっぱいいてたね。2018年は知りません、みんな変わってくれたら嬉しいなと思うんだけど、あっちゃんはあっちゃんの中でいろんなネタをやる中でばっか
カだなって思いながら笑って見てくれたら幸せになれます。だからあっちゃんに関わった人全てが幸せになるようにって言って、いつも神様にはお願いしている通り、みんなの幸せを願ってます。だからいつもね、苦虫噛みつぶした顔してて、もう睨みつけて眉間に潮を寄せて、幸せは訪れません。だからいつも笑顔で楽しくやってくれたら嬉しいです。ごめん、ゲップが出ました。はい、ね、あっちゃん紹介動画でゲップするなっちゅう話なんだけどね。まあそういうね、本能の赴くまま生きる、噛んだ、本能の赴くまま生きてるのがあっちゃんなんです。だからあっちゃんはあっちゃんワールドでしか生きられません。うん、だからあっちゃんワールドでない、ね、こういうあっちゃんワールド全開で、楽しんでなければあっちゃんは死んじゃいます。だからいつも楽しくやってます。だからあっちゃんの幸せを奪わないでください。この世の中からね、なくなっちゃいます。はい。ということでね、ね、あっちゃん動画ってなんやねん、あっちゃんねるってなんやねん、それね、先にちょっとね、間違えて先にポロッと言うてしもうて、さっき間違えて言ってもうてんけど、あっちゃんねるっていうのはね、ネタの総合商社ってあっちゃんは思ってんねんけども、何か日常のようで日常のような非日常っていうのが、まあ、あっちゃんのコンセプト。これ2018年、今勝手に今ね無理やり思いついて付け加えた話やねんけども、日常のような非日常を送れるのを、皆様にお届けするのがあっちゃんねるやと思ってやります、これからはね。だから普通にご飯を作って普通にご飯を食べる動画も上がってる、で普通に、ね、雑談してる動画も上がる、普通におやつ食べたり、普通にドライブしたり、普通にゲームしたり、普通に遊んだり、普通に趣味したり、そんな動画を上がってるけども、かっちゅってみんながすることなのかって言ったら、ちょっと非日常なところもある。それは何か、チンチンのついた女の子だからです、やかましい、はい、ということでね、まあ、そんな感じでね、普通周りにいてそうであっていてない存在っていうのがあっちゃんでありたいなと思ってます。だからちょっとしたこと、普段しないだろうっていうことをします、時々。そんなんばっかりしとってもあかんからね。で、だからなんていうのかな、日常、人の日常を見てると思うと腹も立つと思うけども、日常であって非日常よ、なんでネタやと思ってくれれば楽しんでもらえると思う、要は楽しんだもん勝ちです。楽しんでください、それだけないね、ということでね、あっちゃん動画ね、大体の、あっちゃん1日大体約10本の動画を出したいと思ってる、ね、まあ、10本ぐらい出したいなと今は思ってやってます。これがまあね、数年後また1日何本か減るかも分からへんし増えるかも分からへんけどもね、まあ、そのあたり1日10本を目標に出していきたいなと思ってんねんけども、大体決まってるのが朝昼晩ご飯、これもあっちゃん食べる時間はバラバラです、もちろん。でも動画として出すのは、前日食べたものを翌日、今日食べたやつを明日の動画で出します。1日遅れで出していきます。今日撮った動画を明日出すようにしています。でその中で、明日の朝ごはんは今日食べてるから、何時に食べてても出す時間は朝7時です。で、お昼ごはんは12時です。で晩ごはんは6時です。この3パターン、7、12、18時っていうのがあっちゃんのご飯動画のパターンやと思ってください。で、おやつ3時ぐらいに食べます。3時か4時ぐらいに出します。まあ、その辺もちょっとさ、確定じゃない。あと、夜7時、19時に、晩ご飯の後のデザート動画を出します。これなんでデザート動画を出すかっていうと、ご飯の後に甘いものを食べると幸せになれる。ご飯の後に甘いものを食べると金運が良くなるっていうね、ドクターコーパのありがたいお言葉をね、あっちゃんは実践しました。で、貧乏やったんね。その貧乏の時にそれを一生懸命頑張って、ちょっとでも何かエニシングスイーツってね、何か甘いものを食べようっていうのをやってきたら、今に至って今は生活できるプラスアルファぐらいのね収益が得られるようになりました。これ幸せになれた。だからこれはやめちゃダメなんだ。確かに食後に甘いもの体に良くないかもわからないけども、それはあっちゃんはポリシー持ってやってます。だから、ちょっとね、今ちょっとなんか運気が悪いんだなと思う人、ぜひ実践してみてください。またこれ動画で言います。そんなのがあったりね。で、そういう動画を出して。あとはね、トーク雑談。あと寝る前にささやき雑談とか。そんないろんなことやってみる。毎日決まって出しません。それは日によって違うけども、大体出す時間は、朝4本、1日10本出そうと思ったら、パターン的に朝4本、昼6本っていう感じで、これ手話のね、1、2、3、4、5、6、7、8、
9は9ね。で、10ですね。それの6ね。ごめん。つい癖で手話をやってしまうねんけども。だから、朝4本は、朝7時、朝ごはん。で、9時、なんかトークとか紹介とかなんかする。で、10時半、またトークか紹介かなんかする。で、12時、お昼ごはん食べる。ほんで、1時、何かまだおやつ的なものか何かネタか何かわからないけど1時に出す。それで5本。で、3時、4時半。3時おやつ、4時半。もう一回おやつか、飲み物か、まあ、ネタ系か。で、6時、18時、晩ご飯。19時、おやつ。で、8時か9時か、10時。そのあたりに1本出せるか、1本か2本か3本。だったら11本、12本になる日もあります。今度はどれかが抜ける日もあります。で、だいたい8時、9時。8時とか9時っていうのは、だいたいトークが出るか、作り物動画が出るか、プラモデル作ったりとか、手芸したり、手芸は最近してないけどもね、手芸したりとか、あとなんかこう、DIY 作ったりとか、なんかそんなしたり、ね、お片付けしたりとか、その動画が出る。それが8時に出る時と9時に出る時あるけども、それはあんまりわからない。時々気分で8時になったり9時になったりします。で、10時っていうのはだいたい寝る前の雑談とか、音フェチとか、ちょっと静かにクールダウンする動画を出します。そんな感じで、動画を作っていきたいと思ってます。で、そんな感じなのが、あっチャンネルやと思ってください。はい。ということで、あっチャンネル、これからもね、こうやって見ていただいて、で、視聴者さんもね、こう、参加型、コメントとかで、やっぱりリクエストとかもね、やっぱこんなこと聞いてくれたらあるんで、質問、あっちゃんに質問コーナーっていうのを月1回やっていきたいと思います。で、質問コーナーの中で、ちょっとネタ系なものに走ったりするんで、あっちゃんに一言質問で、一言でこうパンパン答えられる質問コーナーも時々やります。それもできたら1ヶ月1回ぐらいやれたら面白いなと思ったり。あと視聴者さん参加型で、今度からちょっとね、お題を決めてみんなとお話ししようって、コメント欄に全てお返しする動画も作っていったりとか。あと、時々視聴者さんからリクエストもらってやるとか動画作ったりも、いろいろやりたいと思います。他にやっぱりあっちゃんにやっぱその動画って時々しか出さへんから、日々リクエストとか意見、ご要望受け付けてます。一応ね、やっぱそれもやってます。だから、そういうご意見ご要望がある方は、これの動画の概要欄にメールアドレスを貼ってます。でもちろん、あっチャンネルの概要欄にもメールアドレス貼ってます。あっチャンネル .main っていうメールがあるんだけども、そこに、リクエスト、ご意見ご要望、いただければ嬉しいです。で、あっちゃんに、ファンレター、あっちゃんに何か送っていただけるものがあったら、ね、メールいただければ、お返しします。で、あっちゃんに相談とかあるんだよとかで、直接電話とか LINE とかしたいんだよっていう人もあったら、メールください。で、そこでまた対応させていただきます。で、また相談とかあれば、相談もさせていただきます。だって、あっちゃんはみんなが幸せになってくれることを祈ってますから。はい。そんな、こんなね、生きてて楽しいことをしようよっていうあっちゃんなんで、もう、力を抜いて、バカだなこいつっていう顔をしながら笑いながらあっちゃんを見てください。そうすると腹も立たないし楽しんでもらえるかなと思います。そんなあっちゃんなんで、今後もよろしくお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録していただければ嬉しいです。もうあっちゃんね、高評価とチャンネルボタン、チャンネル登録が増えることがあっちゃんのモチベーションとして2018年これから頑張っていきたいと思います。で、高評価が多い動画っていうのは喜んでもらえてるんだなと思ったらそこをもっともっとバージョンアップ、高評価が少ない動画っていうのは何か改良していかないといけないなと思ってバージョンアップしていく、これからもさらに進化していきたいあっちゃんでした。こんなあっちゃんです、これからもよろしくお願いします。